戻ってきた。想定してたよりも早い。パイモン、バレてないよね。オイラ、そんなに信用できないか？冗談だよ。別に大丈夫。自分たちを象徴するものをくれたということは、多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし後々何かに付け狙われることになったら、その時は一線を越えることになる。生と死の境界を維持する、往生堂にとって一番重要な仕事だもの。普段よりも真面目になるよ。オイラたちはもう特例なのか？境界を越えても大丈夫なんだな。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上、もうと同じように何も隠すつもりはないよ。これから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでね。そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。一つ特別なところを挙げるとすれば、人々に知られていないってところくらいかな。本当に、本当に驚かないでよ。じゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから。行こう。お互いのためにも肝に銘じておいてね。なんか怖いな。でもここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜ。行こう。死に最も近い場所でも、伝説に歌われる地獄や冥府とは違い、ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。この模様、どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。疑似妖怪。異形を見届けよう。ついていく。場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。お、やっほー。
必死。運動はこの仕事は排除するべきですね。今こそ誕生の時。この剣はわかるかい、古賀奥義。おいおおい、ついていきます。形は精神と共にあれ。形は同じものみたいだな。でもちょっと数が違うみたいだぞ。わからないな。周りとか前の方を調べてみようぜ。ミスしたか。さて、ここはさっきと同じところじゃないか。空間から抜け出せないかと思ったぞ。わざとそういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん、あとはここから飛び降りるだけ。儀式の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けばお前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、翔吾先にやってよ。笑う？もちろん。そうだな。買うなんて。じゃあ。いやいや。私は。それで？僕は。あ、
懐かしいな。時間が経ってあの時言ってた願いは叶え、三人に会ってきて正午は料理に。そうなんだ。あの時言ってたことはとりあえず。ちょっと、彼らが話してる間は。空気が読めないってお前に一番言われたくないぞ。そう？目的が達成できるなら家庭なんてどうでもいいでしょ。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を、大きな代償を払って、それからまた長い年月が経ち、ディーユエコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い境界を保てるようになったの。そのおかげ。ダメ、あなたは本当に好奇心旺盛だね。忘れないで、知らない方がいいことは知らない方がいい。どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。